はい、今回ですねエフェクターの比較の動画ですね、オーバードライブの比較になります。こちらが、ヒカシライクイプメントから発売されているトゥルーオーバードライブ3301です。でこちらはマクソンさんから発売されている BOP9 ですね、ヴィンテージオーバードライブプロですね。はい、でもう価格が全く違うのでこちらはもう5万6000円ぐらい、こちら1万7000円ぐらいなんでちょっと比べてしまうとちょっとねかわいそうなんですけども、こちらがね、まあ、こちらすごいんですけども、これのねコストパフォーマンスがすごいっていうねちょっとね話にもなると思うので聞き比べてみると面白いです。ちょっとね動画にしてしまうと音がどうしても同じように聞こえてしまうんですけども、興味のある方は概要欄の方に商品リンク貼っとくんですけども、ぜひねお店に行ってね比べてみるといいですよ。こっちの方が好きって方も中にはいると思うので、ちょっとね早速弾き比べてみたいと思います。ギターはですね、フェンダーのストラトで、マスターグレードですね、98年製ので、アンプは、フェンダーのブルースジュニア3 2度4ツイートです。はい、まず、バイパスの状態ですね。はい、でピックアップはフロントですね。でアンプのセッティングがですね、トリブル、ミドル、ベースは6で、リバーブが2ちょいで、ボリュームとマスターが3ぐらいですかね。はい、はい、これがバイパスの状態ですね。でまずこれ、ヒカシライクオーバードライブですね。でちょっと分かりやすくするためにゲインは両方ともフル、こちらゲインですね、こちらドライブになるんですけども、にしてますね。 でトーンは真ん中にしてますね。はい、でまずヒカシライクオーバードライブの方、はい、非常に太い音ですね。で続いて、こっちですね、マクソンのVOP9 の方行きましょうか。はい、いかがですかね。まあ聞き比べてみるとこちらの方が張りがある、でこちらの方が、若干モコモコしてるっていう感じですかね。で、このモコモコっていうのがヴィンテージオーバードライブ、ヴィンテージの感じを再現してるので、モコモコ聞こえるようにわざとなってるって感じですかね。はい。で、ヴィンテージタイプのオーバードライブが好きな方は、多分そういった意味でこちらの方がいいっていう方がいると思うんですね。で、もうほんと太くて張りがなるオーバードライブが欲しいって方はこちらですよね。ただこちらも素晴らしい、こちらの動画もね、紹介動画、あげたんですけども、まあ、それもこちらももう、VOP9 の方も撮ってて、まあ、両方とも概要欄の方にリンク貼っとくんですけども、非常に優れたオーバードライブだと思います。特にこちらはジャンレイとかケンタウルスとかあの辺のオーバードライブと比べてちょっと頭一つ二つ抜けてるような感じしますね。はい、まあこれがヒカシラさんのこれが3301が発売されたのが2016年の4月なので、今撮影してるのが2016年9月、約半年ぐらい経ってるのかな、発売されてから。まだまだそんなにメジャーとなってはいかないと思うんですけども、これはもういずれ多分すごく有名なオーバードライブになると思います。で、マクトさんのこの VOP9 の方はもうお手軽に、本当に敷居が低く、もうヤフオクなんかで買ったら1万円しないんじゃないかな。うん。かつこう、良質なオーバードライブが体感できるところではおすすめですかね。ちょっともう一回弾き比べてみましょうか。もう一回バイパスの音からいきますね。はい、バイパスの音ですね。ヒカシラさんのオンにします。はい、次は VOP9。で、このちょっとモコモコしてる感じはトーンもちょっといじってみましょうか。これで、トーンで解消できますね。
ちょっと同じくらいにしてみようかな。ちょっと、あ、これで同じくらいかな。じゃあとりあえず、もう一回、ひかしらさんの方をオンにします。はい、次は VOP9。 はい、いかがでしょうか。音の太さや張りといった面はやはり、こちらですね。でもこう、これのコスパの良さっていうのがやっぱりちょっと、いいですよね。やっぱあの TS9 とか808とかも私弾いて持ってたんですけども、これと比べるとこっちの方が私には耳触りがいいんですよね。なので今こちらを使ってたんですけど、今までですね。で、最近こっちでこれが出てこれを買って、これすげえなと思って、で2台並べて使ってみても、まあそれぞれキャラクターがちょっと違うので使いどころはあると思うんですけども、いいなと思ってね、ちょっと比較動画撮ってみました。ちょっとあの最後遊びじゃないんですけども、あの2つともにしてみようか。はい、こんな音になりましたちょっとね、分かりづらいと思うんですけど、私的にはやっぱり、好みはやっぱりひかしらさんの方が太くて好きかな。こうチューブ感を損なわない、ギターの音がそのままこうドライブされてるような感じですね。だから、いいギターをお持ちの方はひかしらさんをおすすめしますね。まあ別にあのアンプじゃないんでねまあアンプ、こっちの方がアンプライクって言った方がいいのかな。とってもあのおすすめだと思います。はい、で、弱点、デメリットですかね。で、ひかしらさんの方はまあデメリットは価格ですよね。ちょっとどうしても5万円を超えてしまうので高いですね。で、マクソンさんの方は、これはひかしらさんのこのと比べてなんですけども、ノイズ、こちらはもう筐体が素晴らしい加工されてますので、もうノイズ対策がものすごいんですね。で、アース周りとかもそうですし、で、こちらはまあ安価な分やはりちょっとノイズということに対しては、ちょっと弱いかなっていう感じがします。はい。参考になるっていうかね、ああ、こんな感じなんだって。またね、動画にしてしまうとね、ちょっと音がね、ほんと音物の動画っていうのはほんと難しくてですね。はい。まあ、ちょっと輪郭だけでも、ちょっとなんとなくでもね、参考になれば幸いです。まあ、あと、私の主観もほとんどなので、実際ご興味のある方は、お店で行って弾いてみてね、自分の耳で、ご自身の耳で確かめられることを、進めます。はい。はい、今回ですね、オーバードライブの比較ですね。ひかしらエクイプメントさんから出てるトゥルーオーバードライブ3301と、マクソンさんから出てる VOP9 ヴィンテージオーバードライブプロのオーバードライブの比較の動画でした。ご視聴いただきありがとうございます。今回は以上です。バイバイ。